霊夢、大変だぞ。マリサ、一体どうしたのよ？韓国のクルーズ船シェア 0% らしい。そもそも韓国の船に乗る富裕層がいないわよ。0% は当然よね。前半では、アメリカ大統領選挙やユン氏の支持率の話題。後半では、そのクルーズ船を見ていくわよ。霊夢、収録する時間よ。記事のタイトルを読むわよ。韓国、450兆ウォンクルーズ船市場、関心も持たれず、韓国造船の受注率 0%。記事のツッコミを読むわよ。2024年10月15日、もう、米国大統領選挙まで、残り、3週間を切ったわけだが、大統領選挙はバイデン氏の、辞退からハリス氏の登板で、混迷化している。あのトランプ嫌いの CNN が、ハリス氏がリードで拮抗してると、報道してるので、支持率にそこまで大きな差はないのだろう。だから、どちらの陣営もすでに票が、決まっている陣営側ではなく、決まっていない無党派層の、アピールを強化している。この辺の戦略はトランプ陣営は二度、大統領選で戦ったことも、あるので経験豊富だろう。一方、ハリス陣営はバイデン氏から担ぎ出された人物。大統領選の選挙活動だって、経験はほとんどない。バイデン氏を支持して参加した経験ぐらいだろう。本人が大統領を、かけて戦うのは初。その差がどこまで有権者の、票に影響するのか。だが、ハリス氏にとって痛いのは自分が、副大統領時代の実績が、何もないというものだ。つまり、完全に空気であり、無能な存在だと一般人に、知られている。そして、今、世界ではロシアやイスラエルが、暴れている。もう、イスラエルは国際連合軍まで、攻撃するので、何がしたいのかよくわからない。そんな情勢だ。だからこそ、次の大統領にはトランプ氏が、有利なのだ。なぜなら、彼の時代にはコロナ禍という悲惨なパンデミックはあったが、大きな戦争は起きていない。ウクライナ戦争も、イスラエルとハマスの戦争も、すべてバイデン政権で起きたのだ。そうなると副大統領候補であったハリス氏の、外交に疑問が浮かんでくるのは当然。別にこれはこちらが述べてるだけではないのだ。米国の有権者がそう考えている。では、記事を引用しよう。ニャス姫、お願い。わかりましたわ。読んでいきますわね。ワシントン、ウォールストリートジャーナル WSJ が、米大統領選で激戦が予想される7州で実施した最新の世論調査によると、有権者は、ウクライナと中東の紛争への対応では共和党候補の、ドナルド・トランプ前大統領が民主党候補の、カマラ・ハリス副大統領より優れていると考えていることが分かった。どちらの候補者がロシアとウクライナの紛争にうまく対応できるかとの質問に、激戦州では、トランプ氏と答えた人が 50% と、ハリス氏の 39% をリードした。イスラエルとイスラム組織ハマスの戦いについては、トランプ氏支持が 48%、ハリス氏支持が 33% と、さらに大きな差がついた。トランプ氏は、自身の大統領在任中派世界が比較的不平和だったと主張。11月の大統領選に勝利すれば、どちらの紛争も速やかに解決できるとしているが、詳細は説明していない。トランプ氏が、両方の紛争への対応で大きくリードしたのは、無党派層による押し上げも影響したようだ。この層の半数近くが、ウクライナとロシアの戦争には、トランプ氏の方がうまく対応できるだろうと回答した。一方、ハリス氏と答えたのは約3分の1だった。イスラエルとハマスの戦いについては、トランプ氏が、適任だと評価したのは、無党派層の 43%、ハリス氏としたのは 26%。残りの無党派はどちらも選ばなかった。ニュースは以上。こうなってくると、米国大統領選挙は中東戦争情勢悪化によって、票が大きく変動する不確定要素まで追加されることになった。中東戦争情勢が悪化すればするほどトランプ氏は有利。これは邪推な見方ではない。上の記事から推測できることである。まあ、ハリス氏の外交姿勢が全く見えない以上は、こちらも何とも言えないが、当選すれば、米国の弱体化が始まるとさえ言われている。そして、日本では短命と言われている石破総理率いる石破内閣である。10月15日に公示されて、投票日は、
10月27日だ。この選挙の結果で石破総理がいない可能性もあるわけだ。石破氏がそのまま総理でいるのか。米国大統領が決まる前にわかるわけだ。ハリス氏もそうだが、石破氏も外交については何も出てこない。中国はひたすら石破氏を取り込もうとしているが、正直、中国と付き合うのはやめた方がいい。未だに中国に住んでいた法人の10歳の男の子が、刺殺された事件について何も語らない。昨年、日本の原発処理水放出で、日本産の輸入を禁止して、その解除をちらつかせているが、どう見ても舐めてるとしか言いようがない。今さら、中国市場なんてデフレで凍りついてるだけという。このように日本を取り巻く内情は不透明すぎる。少しずつイベントを見ながら、情勢を見極めることになるだろう。なので、ここで、ユン氏の支持率もついでに見ておこうか。霊夢、あとはお願いね。ありがとう。続きを読むわね。ソウル連合ニュース、韓国世論調査会社のリアルメーターが、14日に発表した調査結果によると、ユン・ソクヨル大統領の支持率は前週より 2.1 ポイント下落した 25.8% となり、就任後最低を記録した2週前と並んだ。調査は7から11日9日、除く全国の18歳以上の2009人を対象に実施された。不支持率は 3.2 ポイント上昇した 71.3% となり、就任後最高を更新した。一方、10から11日に全国の18歳以上の1001人を対象に実施した。政党支持率の調査によると、保守系与党国民の力は、前週より 1.9 ポイント下がった 30.8%。革新系最大野党ともに、民主党は 1.5 ポイント上がった 43.9% となった。他に祖国革新党が 9.3%、改革新党が 3.8%、進歩党が 1.1%、支持政党が内務党派層は 9.1% だった。ニュースは以上。このようにユン氏の支持率は就任後最悪。支持するは、わずか 25.8%。支持しないは 71.3%。本当、無能だと韓国人に理解されているわけだ。しかも、国民の力まで下がっているじゃないか。共に民主党と祖国革新党で 50% 超えてるよな。それで面白いのが支持率を下げた理由が例のユン氏の妻、キム・ゴンヒ氏にあるようだ。ブランドバッグも見逃し捜査で不起訴、ドイツモーターズも不起訴にする検察の異例の対応方針に国民が激怒している。つまり、これがユン氏にとってそろそろ重い判断を避けられない事態になりつつある。そのまま放置して野党に弾劾されるという面白いシナリオもあるようだが、どのみち大統領としてふさわしくないと考える韓国人が多数だ。不支持7割を見ればわかるだろ。国民の支持とは政治家の票につながるので、与党の議員だって無視するのは難しい。少しでもユン氏の弾劾に協力する離反者が出れば、それだけで弾劾は成立する。キム・ゴンヒ氏の対応で一歩間違えれば沈む。あれ？ユン氏も石破氏と同じぐらいが欠口じゃないですか。石破氏の場合は裏金問題や統一教会に関係している議員の方だが、どちらにせよ有権者を激怒させる爆弾を抱えている。ユン大統領の進退は韓国経済に大きく影響するので、こちらも避けては通れないものだ。しかし、ここまでことが大きくなるとはな。身内をかばい続けた結果、自分まで弾劾されるとか。ユン氏、退場方法としては面白いぞ。まあ、経済の手腕でも歴代でも、随一の無能なので、こちらから援護する理由もない。経済的な視点でもユン氏のやることはポピュリズムに、走って対局を見れない。今、電気代を引き上げないと来年はもっと、悲惨になるのに。未だに据え置いたままだしな。庶民のためと言いながら、長期視点では庶民を一番疲弊させるのが彼だ。だから、今頃になって金利を引き下げている。どう見ても金利を引き下げるには遅い時期である。ゴールデンタイムを逃して、ウォン安だけが加速しているわけだ。ウォン安速報で少し触れたが、もう、
ウォンは1365ウォン目前である。1330ウォンの平均から随分と下がったものだ。しかも、これから金利を下げていけば、いくほどウォンは下がる。来年はいろいろな変数がありすぎて、現時点で予測は難しいが、年末までには、2025年の韓国経済の展望をコラムにでもしてまとめておきたいと思う。とりあえず、米国の大統領選挙が終わらないとな。次は韓国経済の話題だ。韓国、外国人がセウォル号沈没事故についてどれだけ覚えてるかは定かではないが、日本で廃棄された船を魔改造した挙句、化石祭というダブルコンボで運用していた。対応年数をとっくに超えている船は船員から待機命令を信じた。韓国の生徒と共に沈んでいく悲劇となり、一方で、先に船長や船員がゴムボートで全員助かっているという事実。さらに船長が助かって、先にやったことは財布の紙幣を乾かすことだという。素晴らしいエピソードの数々で、韓国社会だからこそ起きた悲劇とまで言われた。しかも、その後もセウォル号遺族の貴族化、慰霊金などで豪遊するなど、クズすぎるエピソードは豊富すぎるという。そんなニュースを知っていて、誰が韓国船などに乗りたがるのか。韓国人が関わってると、思うだけで 100% 拒否するわ。このようにセウォル号沈没事故は海外でも大きく報道されたので、韓国船に関しては信用などない。韓国のタンカーが利用されるのは乗組員が、使い捨ての外国人がほとんどだからだ。つまり、タンカーのオーナーがその船に乗ることはない。荷物を運ぶ船だからな。安くて保証が充実していれば、何かあっても保険加入しておけば、問題ないのだ。ええ？インドのヘベイスピリット号事件があるじゃないかて？まあ、セウォル号ですらもう古い時代で、そこにヘベイスピリット号について、語るのは面白すぎて時間が足りない。いずれどちらも簡単にまとめておきたいところであるが、今回の話題は韓国のクルーズ船である。ええ？韓国にクルーズ船なんてあるの？あれでしょ？地球一周の旅とか、豪華クルーズ船で欧州旅行とか、そういうのだろう。オーロラを見に行くクルーズ船とかもある。ただ、一般庶民からすれば豪華クルーズ船なんて、せいぜい、港に泊まっている船で食事するぐらいだろうか。さすがに何週間も豪華客船で、旅となれば船代だけで数十万、数百万の世界だからな。こちらもたまに漫画やアニメなどで、出てくるの確認するぐらい。クルーズ船は一種の密室なので、連続殺人事件の舞台などにも、利用される。つまり、近代一少年の事件簿だな、懐かしいな。まあ、今回の記事には全く関係ないが。では、記事を引用しよう。今回の記事は前後編に分かれているので、まずは前編からだ。12日午前7時、7万5000トン規模のクルーズ船。ノルウェージャン、スピリットが、インチョン港に入った。世界のクルーズ運航会社トップ5に、挙げられる。ノルウェージャン、クルーズラインが、運航するこの船は、乗客規模が1972人、長さは268メートルに達する。航海する際に船が水に浸る部分が37メートルだ。ノルウェージャン、スピリットは今月初めに横浜を出発し、日本国内の港湾を得て11日にチェジュ、この日、インチョンに着いた。コロナ禍収束と他国旅行のトレンドが韓国から中国から、韓国から日本に変わってこうした路線が増加しているという。富裕層の旅行とされるだけに、旅行者の支出も相当なものだ。昨年 BC カードはクルーズ船、入港日になると地域証券の、売上が最大 30% 増加するという分析を出したりもした。国際クルーズ船協会、シリアによると、世界のクルーズ観光客は、昨年3170万人で、コロナ禍前の最高値だった2019年の、2970万人を超えた。シリアは今年3470万人、2027年には3970万人がクルーズ船に搭乗するものと予想した。欧州4カ国の造船会社が 89% 掌握。クル
クルーズ船建造はイタリアの造船会社フィンカンテーリがトップだ。市場シェアは 45.7% で半分に近い。次いでドイツ、フランス、フィンランドの企業が 43% を分け合っている。韓国の造船業界は一隻2000億から3000億ウォンのコンテナ船や液化天然ガス LNG 運搬船分野では受注が好調だが、世界で年間20隻ずつ新規発注されるクルーズ船建造には手を出せずにいる。韓国造船業界が話す最も高い障壁は事業経験だ。韓国クルーズフォーラムのシム・サンジン副会長は、今もし他の新生企業がサムスン電子のように半導体を作ると宣言して仕事を得られるだろうか。経験がなければ市場に参入しにくいようにクルーズ船建造も同じことと話した。2000年代に現代屋さんの金剛さん事業所総所長を務め、旅客船運航業務を経験したシム副会長は、クルーズ船は海の上のホテルの快適さを維持するために運航中の振動を最小化し、柱の間隔を広くして公園を観覧しやすくするなど技術難度がある。韓国が造船先進国だからとすぐに作れるものではないと付け加えた。現代屋さんが金剛さん観光事業当時に現代重工業園 HD 現代にクルーズ船建造を任せずノルウェー製を使ったのもこうした理由だ。ニュースは以上。ざっと読む限りでは韓国のクルーズ船なんて韓国人ですらいらないと。確かにクルーズ船は荷物を運ぶのではなく人間を運ぶので快適さを求められる。それって韓国人が不得意な分野じゃないか。しかし、クルーズ船の知識なんて大して持ってないが、書いてあることは納得できるな。韓国人にはクルーズ船を建造する技術もなければ、経験もない。だから、永遠に不可能だと。シェアも 0% だと。そりゃそうだろう。最初から何でもシェア 0% からスタートするんだよ。それよりも、韓国人が建造した船なんかに、富裕層が乗るわけないだろう。クルーズ船の利用者はみんな、金持ちだぞ。下手したらその数千億円の、クルーズ船を、年収で買える VIP まで、乗っている可能性がある。明らかに韓国みたいなヘボ国家が、扱えるような階級ではない。そんなものに参入してセウォル号沈没事故みたいな悲劇を起こせば、韓国そのものが消滅しかねないぞ。割とありえないことじゃないんだよな。金持ちが集まれば簡単な国ぐらい平気で買えるからな。韓国なんていらないだろうけど、そもそも金持ちがクルーズ船に乗るのは楽しむのが一番だが、それが一種のステータスでもある。彼らはブラチナカードとか、ブラックカードとか、庶民では届かない VIP 会員である。クレジットカード会社が VIP 専用の船の旅を用意するときに、韓国のクルーズ船なんて使ってみろ。それだけでそのクレジットカード会社の信用がガタ落ちだ。だから、絶対にありえない。怒らせてはいけない客人なのだ。老婆心ながら突っ込んでおくが、そんなクルーズ船の市場が大きくなるからと参入するのはやめておけ。何かあった時に韓国が滅びるだけ。では、記事の後編を見ていこうか。マリサ、あとはお願い。おう、最後まで読むぜ。世界のクルーズ船建造市場はますます大きくなっている。世界のクルーズ船会社は国際海事機関 IMO の規制により、船舶有害物質排出量を2030年までに2008年水準の 60% に減らさなければならない。カーニバル、コーポレーション、MSC クルーズのような大手運営会社は、2050年までに有害物質排出をゼロにすると宣言した。主要クルーズ船会社は LNG など新環境燃料推進クルーズ船の新規発注を増やしている。こうした流れにより世界のクルーズ船がすべて新環境燃料推進船に置き換えられるならばその需要は454隻に達する。A 専門メディアクルーズハイブ集計。新規発注量を加えればその規模はもっと大きくなる。一隻あたり建造価格が1兆ウォンという事実を考慮すれば、
韓国は450兆ウォン市場を目を見開いたまま見守らなければならないという話が出る。韓国海洋水産開発院のファン・ジンフェ副研究員は、超単位の金がかかるクルーズ造船業に対して企業自ら事業性を判断して投資しなさいというのは事実上やるなという話と抽象訳。韓国企業も市場参入に向け努力している。海運会社パンスターグループは10日、プサンの4度造船所でクルーズ船パンスター、ミラクルの進水式を開いた。建造は地域企業であるテソン造船が引き受けた。パンスターグループはインテリア工事と試運転をした後、来年3月から本格営業に出る予定だ。このクルーズ船は2万2000トンで、ノルウェージャン、スピリットの3分の1の大きさだが、業界は産業進展とノウハウ蓄積に意味を置いている。また、2万トン以上のクルーズ船は運航会社が政府にカジノ設置を申請できる要件も持つ。ファンインは外国船舶を借りたり小規模クルーズを運航する方式では、観光客増加や雇用創出など、経済的波及効果に限界がある。政府と自治体が先にクルーズ造船の革新技術開発に関心を持ち、民間企業との共同推進を試みるのが望ましいと提言した。ニュースは以上。だからやめておけと言ってるのに、無謀に挑戦しようとしている。世の中には絶対的なルールがある。それは韓国人が作った乗り物と建物には近寄らないことだ。何か起きた時に明らかとなるひどい実態を自分で体験したくなければな。参入するのは自由だが、客は船を選ぶ自由もある。だから、韓国のクルーズ船に関わるようなことはない。せいぜいプチセレブを楽しませる船程度で収まるんじゃないか。まあ、沖に出て海上で豪華な食事や、カジノを楽しむぐらいなら、さすがに沈没まではしないよな。しないとは言い切れない。あと、コロナなども感染症も、怖いからな。コロナ禍でクルーズ船での集団感染が、クローズアップされた時期があったが、別にコロナだけの話ではない。集団行動につきまとうリスクというものがある。韓国政府はさすがにそこまで、バカじゃないよな。勝ち目のない市場に参入したところで、信用を得るには何十年もかかる。観光客を運ぶのでタンカーのようにはいかないのだ。なかなかお目にかかれないクルーズ専用会の、話は面白かったが、韓国には無用の産物だと思われる。450兆ウォンクルーズ船市場、シェア率 0% とか、通常の商品とは違い、対象が富裕層なので、宣伝効果で上がるものじゃないしな。愚かな欲を出して、事業に参入したところで、事故って国家消滅の危機に陥るだけだろう。ニュースは以上。霊夢、無謀な挑戦ってことだよな。そうね。富裕層相手のでかい商売は失敗した時のリスクが大きいわ。しかも、豪華客船よ。リスクがでかいわ。といったところで今回はおしまい。ご視聴ありがとうございます。次の動画も見てくださいね。チャンネル登録よろしくだぜ。それでは次回。バイバイ。